はい、中本白秋のペンチ講座、本日は、8月27日木曜日、朝日新聞の記事から1文字拾ってワンポイントレッスンをしたと考えています。今日はですね、集団的自衛権揺れる事例、集団的自衛権、これは難しいですね。戦争、これは有事の出来事ですので、何が起こるか分かりません。事前にこういう場合、ああいう場合、どうしよう、ああしようっていうのは想定できない事態がいろいろ発生すると思います。難しいですね。今日はですね、ここにですね、米韓防護とありますね。米韓の米っていう字の美しい書き方について説明します。まずですね、今回の米は御宿体ですね。まず御宿体で書いてますね。活字は、真横、横線は真横です。米ってこう書いて、そして立線も真ん中に書いて、こう来て、で、天角もちょっとこの辺からこう、この辺からこうなって、そしてここからできるだけ四隅いっぱいに利用できる、こういう形ですね。こういう字になってます。これをペン字で、美しく書くとですね、まず点、軽い右やり、でこの点の右やりに合わせて横画も軽い右やり、そしてこう来て、こんな感じですかね。もう少し長くてもこんな感じですね。気持ちですね、この長さと、この活字ですと、この長さとこの長さは全くイコールですね。この点画のこの間の取り方も一緒ですけど、活字の場合はですね、少しこちらを左側にちょっと伸びやかさを入れます。もう一回書きます。こうして、こうして、左側を少し長め、こういう感じで書くと素敵に見えますね。今申し上げたのはこの長さとこの長さの一点です。どちらかというと人間の、こちら顔です。こちらは人間の背中ですね。この顔に当たる目の前はこう少し伸びやかに表現した方がいいですね。そうすると美しく見えます。これが米っていう字の美しく書くポイントですね。はい、もう一度書いてみますね。海、行、草と書いてみましょうか。米、まず楷書体、こうして、こうして、少し左になる、これは米ですね。はい、今度は行書できますね。行書はこうして少し続く、こう、こんな感じでしょうかね。はい、今度は草書体いきます。点、点、こんな感じでしょうか。どれもですね、ちょっと左側の方をゆったりこう書いてますね。今皆さん気づきましたか？楷書の書き順、行書の書き順、楷書と行書は一緒ですけど、草書体になりますと書き順が変わりましたね。ポーンポーンとって、はい、縦書いて、こうして、こうして、こういうふうに書きましたね。まあこの辺りを一つ皆さん、お気づきください。以上、本日8月27日木曜日、中本白秋のワンポイントレッスンをこれで終わります。なお、いつも申し上げておりますけども、このワンポイントレッスンではですね、本当のポイントのところはちょっと外してます。説明はしておりません。本格的にペン字を習いたい方はですね、美漢字ノート、もしくは、ペン字の花道の方の、システムをご利用ください。こちらではですね、体系的にきちっと勉強できるシステムとして皆さんに提供しておりますので、ぜひご覧になってみてください。なおですね、このように
ワンポイントレッスンを流しておりますので、皆さんはよろしければチャンネル登録をして、これからも動画をご覧いただけますようによろしくお願いします。以上、これで終わります。